皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、鉄砲とキリスト教の伝来についてお話しします。まず鉄砲の伝来から始めます。16世紀の前半になるとアジアで交易が盛んに行われていました。東アジアでは中国、朝鮮、琉球王国が貿易を盛んに行っていました。この東アジアにポルトガル人も姿を現すようになっています。そして1543年、中国の商船が嵐で種子島に流れ着きました。この流れ着いた商船に乗っていたポルトガル人から鉄砲が日本に伝わってきます。この船、ポルトガル人のリーダー2名とあと乗組員が100人くらいいたそうです。そして、伝わった鉄砲ですね、鉄砲、これは当時50メートルから100メートルくらい離れた敵を倒すことができたと。そしてそれが日本で進化して織田信長の時代になると200メートル先の敵を倒すことができるようになっていました。でこの鉄砲を見た種子島の漁師ね、音とかその威力に驚いてポルトガル人からこの2丁の鉄砲を買いました。200両で買ったという記録が残っています。そしてその鉄砲を家臣に作り方を学ばせました。それが各地の戦国大名に伝わって合戦の戦い方が変わっていきます。それまでは馬に乗ってとか1対1で刀で切り合うと1対1の戦い方だったんですけれど、この鉄砲が入ったことで集団戦法ね、鉄砲隊に代表されるような集団戦法で戦うね、足軽中心の戦い方に変わっていきます。さあ次はキリスト教の伝来です。1549年、イエズス会のフランシスコ・ザビエル、ね、この人が、鹿児島に上陸して日本にキリスト教を伝えました、ね、このイエズス会というのはヨーロッパで宗教改革ってありましたよね。ルターが始めたあの宗教改革、この時にキリスト教はプロテスタントとカトリックという2つに分かれました。元からあったのがカトリックですね。でカトリックは少し、勢力を落とすんですけれど、カトリック内部で改革があってカトリックを立て直すためにできた、それがイエズス会ですね。カトリック教会の立て直しの中心となった会です。そのイエズス会の設立のメンバーの一人がフランシスコ・ザベルです。鹿児島では初め布教は許されるんですけれど、仏教勢力の圧力によって布教が禁止されてしまいます。そうするとザビエルは、じゃあ日本で布教するんだったら日本の国王に会おうということで、ね、天皇の許可をもらうために京都に行きます。でも天皇には会えませんでした。この頃というのは天皇はもう力を失っていたんですね。で失意のうちに、今度はじゃあ、中国地方とか九州の大名に布教を許可してもらおうと思って西に向かいます。そして山口県ですね、今の山口県と大分県で布教をしています。そして1551年にはザビエルは日本を去ります。2年3ヶ月の滞在でした。でその後も宣教師たちは日本にどん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 やってきます。この宣教師たち、飢えや病気で苦しむ人、この人たちを救済しながら布教していったので、その頃のキリスト教の信者、これは多くの信者はこれ農民だったんですね。さあこのようにしてヨーロッパからスペイン、ポルトガルの人たちが来るようになると南蛮貿易が始まっていくわけですね。16世紀後半、ポルトガルやスペインと行った貿易、これを南蛮貿易と言います。このヨーロッパから来る船、南蛮船と当時呼んでいたんですけれど、これ長さが30メートルから60メートルくらいで、3本のマストが立っている木造の帆船でした。乗組員、乗員はおよそ300名くらいだったそうです。これ大きいので陸の近くまで来れません。このために
沖に停泊して、そして積み荷は小舟に移してから陸に上げていました。この南蛮船は生糸、絹織物、火薬、鉛、ガラス製品などを日本で売って、これで銀を買ったんですね。まあ、あの漆器、漆の製品とか刀などの、工芸品も買ったという記録がありますが、これはわずかだったようです。主に銀を買ったとね。そしてその銀を使って中国で商品を買って、その商品をヨーロッパに持って帰って売って利益を得ていたと、ポルトガルやスペインの人たちはそういう貿易を行っていたんですね。そしてこの戦国大名、ね、南蛮貿易はとても利益があったので、この利益を得るためにキリスト教の布教を許可していました。今回は鉄砲とキリスト教の伝来についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。